あの解散という言葉は本当に傷つくので言わないでください。お願いします。はい、解散は別にいたしません。このにこやかな、このにこやかな表情を見ていただく通り、そんなにあの押し迫ったような緊迫した状態ではないので、そこだけはあのご理解いただければ、うるさいと思います。はい、では、当事者のナスさん、お願いします。はい、平日のこんなランチタイムの最中に皆さんご視聴いただきましてありがとうございます。プロレスリングウェーブの夏すみれです。短い間ですがお付き合いください。よろしくお願いします。はい、はい、対談の、あ、はい、そうですね、あの昨日の、ウェーブの新宿フェーズの大会で、試合後ちょっと発表させていただいたんですけども、一応はあの一応じゃないですね、この度、10月9日のウェーブ後楽園ホール大会をもちまして、プロレスリングウェーブを退団いたしまして、今後フリーランスとしてあの活動させていただくことになりました。まあ、その退団に至った経緯をあの今日こういった場であのご用意いただいたのでお話しさせていただこうと思っております。どうぞ。あ、対談の理由からどうぞ。はい、そうですね、まあ、対談に至った、まあ、理由経緯といたしましては、一応まあ、自分がですね今まあ、プロレスラーとしての仕事と、まあ、別でもともとウェーブの大会ポスターであったり、まあ、ポートレートであったり、そういったちょっとグラフィックデザイン関係のお仕事をただいま行っておりまして、で一応そちらもですねこうウェーブ経由ではないところからも一応お仕事をいただいている状態なんですけども、まあ、正直なところをお伝えしますと、ちょっと待ってください、これカメラどっち見た？真ん中ですね。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっとさっきは視線が分からない。こっちこっち。まあ一人で喋ってください。ちょっとこっち。はい。失礼いたしました。まあそうですね。正直まあ現段階でまあそういったデザイン関係のお仕事の収入っていうのは正直ほんのお小遣い程度でやっております。まあそれなんでかって言ったら、やっぱりその仕事がですね、やっぱなかなかまあコンスタントに一応いただいてはいるんですけども、やっぱ間口としてどうしてもちょっとまだ狭いところでしかやれていないという状況でして、で自分がですね、まあ数年前に膝の怪我をして欠場をしまして、でその時期から、まあ、こうやってウェブの方で、デザイン関係の仕事をやらせていただいてたんですけども、まあ、そこから復帰してからもずっとうまいことそこ2つを両立してやってまして、なんかこうやっぱプロレスラーとしての活動をしていくと、やっぱいろいろねプロレスのことを考える時間が長いとやっぱ頭がこうちょっとショート寸前になってしまったりとかがあって、でその時にまあ家で何も考えずにぼーっとただパソコンと向き合ってポスター作ったりなんやかんやいろいろしてると、こうやっぱうまいことストレスっていうのはそこで発散されるんですよね。で逆に家にでもずっとこもって本当にマウスポチポチしてキーボードカタカタして仕事してると、逆にやっぱそれもそれでストレスがたまるので、その時はまあ練習だったり試合だったりで、まあ、受け身を取ってバンバンやっていくと逆にそっちのストレスも緩和されるっていう、本当自分にとってプロレスの仕事とそういうデザインの仕事っていうのはすごいうまくバランスが取れて、自分の本当精神衛生的にそこの2つっていうのはすごい本当要になっている部分がありまして、でやっぱ自分も20歳で入門したんですけども、今年で25歳になってしまいまして、やっぱちょっといろいろ今後の人生とかも考えた時に、やっぱちょっとそのデザインの仕事の方ももう少し幅を広げて、ちょっとまあもう少し腰を据えて行っていきたいなと考えております。でそれをするのにですね、やっぱどうしてももっとちょっとより自由に
動ける環境、まあ、時間であったり、そういうのがちょっと必要かなっていうふうに思いまして、なので、まあ、ちょっと今後は、まあ、そのデザイン関係のお仕事を、まあ、プロレスに限らず飲食店であったりとか、まあね、どうしてもやっぱプロレスの活動と並行してなのでなかなか難しいとは思うんですけども、もうちょっと間口を広げて幅を広げてやっていきたいなっていう思いがあります。で、あと、まあ、対談の理由としてはもう一点、ちょっと今後ですね、ちょっと前々から一度ちょっと東京であったり、まあ、都心を離れて一時的にでもちょっと関西方面に住みたいという思いがありまして、まあ、自分が、まあ、東京住みであったある理由っていうのもやっぱりそのプロレスリングウェーブ、自分がいる団体の拠点が東京だからっていう部分しかなかったんですね、正直。やっぱ東京にちょっと私疲れてしまいまして、やっぱ東京は家賃が高い。私プロレス界入る前に一応名古屋に住んでまして一人暮らししてたんですけど、東京で払ってる家賃と名古屋で払ってる家賃ってほとんど変わらなかったんですけども、むしろ名古屋の方がちょっと安かったのかな。でも家の広さが3倍違う家に住めてまして、私東京で防空壕のような家に住んでおりますので、まあちょっとそういった目も考えると、まあ精神的なものであったり、まあそういったね、ちょっと東京の都心の波に私ちょっと揉まれたので、一時的にでもちょっと関西方面に、はい、住みたいなっていうのもありまして、ちょっとそういった理由で、まあ会社とですね何度か話し合いを重ねた結果、この度、まあ、団体を離れて、まあ、フリーランスとして活動していこうという形になりました。まあそうですね、今後としましては、まあ、一応フリーランスっていう形になりますので、まあもっとね、よりそれこそデザインの面だけでなくプロレスの面も、まあ、幅を広げていきたいなと思っておりまして、本当にもう性別だったり年齢だったり、まあ、その地域国籍、あと本当団体とかも問わずに、もう今まで触れられなかった選手もたくさんいますし、今まで触れられなかった団体もありますので、そういったところにもちょっといろいろね、いろんな人と試合してコミュニケーションを取っていきたいなっていうふうに考えたのが、まあ、今回対談に至った経緯となります。はい、はい、そうですね、はい、まあ、大阪に拠点を移すというのは、うちは大阪女子っていうのがあるからそこでいいんじゃないのかとも思ったんですが、大阪女子が今活動休止中なので、そこもなんともという形かなっていう感じですかね。はい、皆さんすごく下世話な憶測が今すごく飛び交ってるんです。どこですか？ものすごい下世話なインディ大阪インディ団体の彼氏がいるのかとか妊娠かと思ったわとかいろんなことがありますが一切ないですよ。というかもう25の普通の娘さんなんで、彼氏ぐらいいてても私はいいと思うしなんなら彼氏がいない方がどっかおかしいんちゃうかなってすら思ったりするので、 それ言うと本当にめっちゃ彼氏いるみたいになっちゃうんで、俺本当にこればっかりは本当にいない、本当にいない、本当に本当にないです、本当にないです、こればっかりはマジで本当に本当にちょっと、はい、ね、いやでもまあ25なんでね。そうですね、はい、やっぱ私もそろそろちょっと結婚したいんで、はい、だいたいみんな25で言うんです。で30を迎えるんです。本当に結婚して、ね、で30を迎えたらちょっと諦めるんですけど、35まではしがみつくんです。35超えるともう結婚しなくていいかなと思うんです。いや結婚したい、それが大体の女子プロレスラーの、末路です。結婚したいですね。だから私30までに結婚したいんですよ。
ていうことは、あと大体みんなそうやって言うんです。あと5年しかない、あと30までに結婚できたやつは本当に一つまみです。じゃでも一握りじゃないから、ね、あれでもちゃんと計画しててあと5年なんですよね、はい、私に残された猶予、30で結婚ってことは、じゃあ私はあのママ30で結婚ってことね、はい、で5年で、まあ、本当にお付き合いする人いないので、はい、こっから探さなきゃいけないじゃないですか、はいはい、私家内さんのスピード結婚とかなんかよくわかんない、要はできちゃった結婚とかそういう感じで相手のことをよくわかんないうちに結婚するのが嫌なんで、はい、まあ、一応 2,3 年は付き合って同棲して様子が見たいんですよって考えた時に、あと5年しかないのに 2,3 年付き合って結婚してたらもうギリギリじゃないですか。これ今勝負なんですよ。すごいね、今神のようなコメントが来まして誰の前で話しとんねんお前誰の前で言うてんねんって話いやいや本当にガリさんはもうお諦めになって、私は別にあの小峠が結婚発表しようが、はい、別に小峠君はダーリンはダーリンで、ガーリンはダーリンなんで、小峠さん、はい、全く関係ありません。小峠さんおめでとうございます。小峠さんおめでとうございます。少し枕が涙に濡れました、ね、そうですね、はい、はい、そんな感じですね。なんかものすごくあのほんわかした会見で全く揉めてないかというとそうでもなく、全然あの私はあの円満対談退社とか円満にこう物事をこの業界進められるってことがないと思ってるので、夏さんはすごくみんなに円満退社ですって言ってますが円満ではありません。いや、じゃあまあまあまああのなんていうんですか、これやっぱ先ほどガミちゃんもガミちゃんって言っちゃったお前誰に言うとんの、ガミちゃんって言っちゃいました。ガミちゃんもおっしゃられた通り、まあそりゃ本当にね何もなかったらやっぱいるわけですから、はい、そこはやっぱなんて言うんですか、やっぱ思うところがあるし、逆に自分の今回のその対談に関してやっぱ会社、まあ、ガミさん大川さんもやっぱ思うところっていうのは絶対自分に対してあると思うんですけど、はい、まあ、さっきあのコメントでね流れてたなんか会社にもっと感謝したらっていうコメントがちょっと引っかかりまして、もちろんやっぱ思うところもあるし、どっちも思うところもあるっていうのがあっての対談っていうのはやっぱ事実なんですけど、でも感謝は本当にあって、今なんならこうやって会見して普通に喋ってる状況って多分なかなか珍しいと思うんですよ。対談上ぐらいよ、はい、対談会見なのに、でやっぱそうやってこういう場を用意して、まあ、説明する場も用意してくださって、で一応試合もね昨日みたいな間ちゃんと用意していただいて、みんなの前で発表する場もいただいてるので、そこはもう本当に感謝しかないので、そこだけはねちょっと、はい、そんな感じっすわ、はい、そうですね、はい、生え抜き1号やのになっていうのは、私の中で一番あったのは生え抜き1号っていうのはあったんですけど、でもまあまあ昨日も言ったけど、私も結構いろんな団体を渡り歩いてるんで、ただ私も2年フリーやりました。フリーやったけど、フリーってすっごい大変で、なんかほんまに全部一人でやらなあかんねん、全部一人やねん。で意外と私豆やねん、豆やから団体経営できてん。あんた豆ちゃうやん。そうですね、ガサツですね。ガサツですよね、はい、すごく豆じゃないとできないのと、やっぱり低姿勢にいかないと、今までは結構団体に守られてる部分があったんで結構強気にいけたところもあったと思うけども、これからはフリーになるとやっぱり低姿勢でイエスマンっていうのがもう絶対になってくるから、私はもう究極のイエスマンでしたから、はい、なのでまあでもフリーはね楽しい。うん、あと男子と当たるとすごく楽しい。なんでかって言ったら、ね、もてはやしてくれるから。だって女子は女子で、はい、女の世界やからすっごいきついし、みんな、うん、ね、嫌なこといっぱいあるけども、でもやっぱりうちらは子宮のある女子なんで、はい、やっぱり女子と男子って比べると、男子と性別も関係なくって言ったけど、はい、お客さんがそれを望んでるか望んでないかって言ったら望んでません、うん、私もこう途中からもう男子とやりたい、ミックスやりたいってすごく思い出したけど、お客さん的に例えて言うなら AKB とジャニーズのデュエットを見たいか、うん、私はよく例えて言うのね、こういうのを
あの AKB とジャニーズのデュエット見たいかっつったら、お互いのファンそれ絶対見たくないから、うん、そんなもの見たくはないやん。まあそうですね、見たくないやん。だって今言ったら誰、松井ジュリナと何やらジャニーズの名前がよく分からへんけど、亀梨とかのデュエットでくっついて歌ってんのとか見たいか言うと絶対見たないやん。まあそうですね、それと一緒。そう、なんかね、自分の欲求とお客さんの欲求がちょっと違うってところがあると思うので、なんかまあそこら辺に気づけばもうちょっとあれじゃん、もう一個もうワンステップいけるんじゃない。うん、お、正論、真っ昼間から正論入るもんだんです。はい、なんか志望さんなんかないですか。じゃあ夏選手、はい、まずフリーになるやつで、まあ、これだけはやりたいみたいな。フリーでこれだけはやりたい、はい、でも本当さっきお伝えした通り、やっぱもうね、性別年齢地域国籍団体全部本当に問わずにやりたいっていう思いはありますね。でもうち性別ぶっちゃけどこの団体でもちょっとぶち抜いてるけどね。まあそうですね、はい、はい、なんなら一番あのバラエティに富んだ性別してますけどね。まあまあそうですね、はい、では逆にあの、まあ、10月まであるわけですけど、はい、ウェブでやっておきたいことなどは。ウェブでやっておきたいことはそうですね、まあ結構でも自分ウェーブでいろいろやらせてもらったと思うので、まあね、ブルマ履いてブルマやったっけ、運動したり。ブルマはですね、あれがありましたね、あのリング上ですっぴん公開マッチをやりました、ね、あったやって、清掃はブルマやな、はい、あった、まあ、バブルメイクしてやったり、ワイシャツ着たりとかいろいろやらせてもらってるので結構多分ねあるんですけど、でちょっとぜひね、私はフェアリー先生とのまあ壮大なスペクタクルプロレスをちょっと最後にやれたらいいなっていう思いがありますね。あのフェアリーさんとの試合結構好きだったんでね。まあ、でもあともう一個本当に根本的になるのは、私はもう一度あのガミ選手と試合がしたいです。いやいや私だってこの間もリング上がりませんって宣言したもん、これだ。いやでもじゃあ私はあれ、私2000人の前ですもうリングで上がってプロレスをやることはないと思いますがって言って、処方に頭を下げてリング置いたの。でもプロレスの世界だからもうリング上がりませんって言いながら上がる人いっぱいじゃないですか。じゃあそれが嫌やねんって。また大岡に怒られんねんで。え、じゃあ私がこう大岡さんを口説き落とせばいけますか。口説き落とせば別に私まだガミザップ続けてますし、はい、全然体調はいいので、はい、そうです、ガミちゃんはやめへんでーですよ。何それ。あ、知らないですか。知らん。じゃあ本当にだから私何ガミちゃんをやめへんで、何のそれ。デビューしてガミちゃんをやめへんでって何。2ヶ月、ね、ガミちゃんはやめへんでって何。ガミちゃんはやめへんでって何。何このおばはんの関西弁。ガミちゃんはやめへんでって何。そんな拾うものじゃないんです。拾いたい。ガミちゃんはやめへんでって何。あれですね、何。あのガミちゃんはやめんでって言って、ガミさんあの白鳥とかで踊りながらこう出てきてください。いやでガミちゃんはやめへんでーってでしばき合いしてください。なんでそんなまずいことのようにみんな話をそらそうとしてるの。なんで本人が知らんのこれ。じゃあ私あのデビューして2ヶ月、ガミちゃんはやめへんでーって先進みましょう。いやこれを解決してこれじゃなくて進まないへん。なんでこんなコメントしたんだよ。ガミちゃんはやめへんでーって何。何これ。あれですよ、ガキの使いですよ。山崎芳生が引退するっていうのを番組の企画でやってて、うん、最後の最後で山ちゃんはやめへんでって言うっていうオチなんですよ。あ、知るかそんな。続けます。はい、どうぞ。自分のデビューして2ヶ月目ぐらいの時に神さんと多分最初で最後のシングルを
やらせていただいたんですけども、やっぱもう正直あの時はもう全くプロレス全然よくわかんないままやってたの で今になってやっぱその当時ガミさんから言われたことだったりが理解できるようになって、あ、なんかそしたらなんかあのシングルで終わりは嫌だなっていうのが芽生えてきて、やっぱちょっとできれば今今の状態で自分は神さんとシングルがしたい。あんた3年ガーって頑張ったけど、私3年何もやってないんだけど、はい、それがミソなんですよいやいやあかんやろそこがミソです。フェアリーとのスリーウェイでよくない、アホか。私はガミさんに勝ちたい江戸に勝ちたい。いやまだ無理やろ。いや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 、なんかいやこれ一回 OK 出したらやで、はい、誰かが次じゃあ対談しますよって、まあ、いかがでシングルやらなかった。いやいやそれでいいじゃん、それでいいじゃん。いやそんな俺の屍を越えてやけど、いやいやそれゲームやろあやこ引退しますとか言い出したら次私あんたあやことシングルやで、はい、いやいや習いがんばむくらうの、やっぱそこは。いや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 、そこはやりたいな。でもウェブでやっときたいことって言うたらその2つですかね。はい、じゃあガミさんに、はい、まあ、やっぱり生え抜き1号としての思いねちょっと待って、私唐辛子のっけてないガミの頭に唐辛子いって唐辛子ちゃうわ1本だけ金かかってんのこれは、バカ者。え、何でしたっけ。あ、じゃあすいません、はい、まあ、生え抜き第1号としてのやっぱ思い出があるという話でしたけど、はい、まあ、やっぱいかがでした、生え抜き1号としての話。あ、すごく手がかかりましたあの、まず運動の神経がないっていうのと、なんやろう、あの初めてのプロレスを知らない新人さんを入れるので、こう接し、まあ、私はいろいろやってましたよ。あのいろいろこういろんな団体で入ってくる若手さんとかあれやったけど、あの教えたりねやってたけど、なんかそれ以外の人たちが結構こうどうしていいのか分からずというか、あ、みんなこう新人の絵の接し方下手くそやねんなと思ってって思いました、あの団体的にね。でやっぱり3年4年4年経って何人かこう新人さん入ってきて、まあまあほんまに特殊ですよ、うちなんか女の子入ってくるわ、妖精入ってくるわ、男入ってくるわ、ユニセックス入ってくるわし、だからまあ特殊な団体やけども、なんかそれがそれでそれはそれでなんかこれは私じゃないとできへんことかなと思ったんで、結構楽しいんですよ。なんかみんなバラバラすぎて、なんかもう途中からまとめるのやめようと思ったんですけど、夏さんはあの運動の神経ないし、途中でほんまに大怪我して1年も休みやがるしあのね、あのお金もないって言うから、私お金持っていきましたよね。何の時でしたっけ。お前の入院費じゃん。あ、にゃー、はい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 そうでした。ほんで、帰りにお腹すきましたねで焼肉ペロペロってペロペロって食べて、はい、こう情け容赦なく言ってくれるような人なのでなんかでもだからなんやろう、これぞウェーブっていうか、ちょっとこう自由な、自由すぎたな今もた自由すぎたなって感じですかね。夏選手は、はい、まあ、ウェーブの5年間で一番印象に残ったのは、ウェーブで印象に残ったことは、いや本当にいろいろあって、まずそもそもデビューできたことですし、うん、てか違うな、もっと掘り返せばそもそもプロレス界に入れたことだし、それって本当にウェーブだったから多分私プロレス界に入れたので、うん、まあそこもだし、まあ膝の怪我もそうですし、ただまあでも本当最近のことで言ったらやっぱ大田区体育館ですかね。でいけばもう
本当にワイシャツマッチを相手、まあ、プロデューサーとして任せていただいたことはやっぱ自分にとって本当ウェーブで初めての大役だったので、うん、やっぱあれはなんていうんですかね、一個なんて言えばいいんだろう、すごいでもやっぱ思い出に残る、はい、ものですかね。うん。じゃあ、おかみさん、はい、今後、まあ、夏選手フリーになるとかで、なんか、はいはい、例えば機会があったらまたオファーをするとかウェーブに上がるという可能性とかは。ああ、私なんか10月9日に辞めるって言ったんで10月30日のウェブどうって言ってるんですけどいやそれはちょっとって言われてさすがに今年いっぱいぐらいはって言われるぐらいですね、言われたぐらいですね。なんか来年以降機会があったらちょっとオファーしてみたいっていう。ああ、全然、はい、あんまりそういうのは私気にしないんで。お仕事いただけるんですか。まあ、言うこと聞きゃね言うこと聞きゃよ、はい、言うこと聞いてくれるなら。いやいやいや、もう今さっき言った通りイエスマンじゃないとフリーは食べていけないんですよ。もう私もお仕事をいただけるのならもう本当に、いやもうありがたい。私はキャリアがあったフリーなんですな、やったんで、まあ、はい、そこそこ食べれたんですけど、はい、あなたキャリアがそうなんですよね、そんなにないフリーなんで、はい、意外と苦労すると思うから、うん、うん、言うこと聞かない子ですよ。いや、言うてもそんなことないと思いますよね。言うこと聞かない子ですよ。声、声本当にやばい。見てわかるでしょ。本当に声やばいんですけど、いや本当にそこは私ね、あ、でもそうかな、そうかな、いやでもそうでもないと思いますけどね。まあ、はい、まあ一回外に出てもいいんじゃない。なんか別にこう結構他の選手にもフリーになりたいって言われて、私結構普通にさっとは出せへんけど、一応これぐらい苦労するんですよっていうのを脅してというか、まあ、言ってあげて、それでもよかったら出ればって出て、で出て、まあ勉強、まあね、若いうちの若いから、私結構年いってからフリーになったんで、まあ、若いうちにフリーを経験するっていうのもありやし、なんか自分ね、自分の人生やから自分で決めればいいしとっていうのがあるかなと思います。ほんまに私は結構いろんな団体行って、まあ、いろいろあったじゃないですか。最初の団体解散、2つ目の団体、終了、九州でフリー、やめてフリーなんで、なんかまあ、若いうちにいろんなことやっとけばいいんじゃない。まあいろんなこと言われますけどね、いちいち気にしてませんもんね。そうですね。ね我々結構ハートがチタンでできてますからね、大丈夫なんです。人生さん、なんかないんですか。なんかデザインの仕事をされている。そうです、はい。それはウェーブさんのポスター、まあ、ウェーブだったり、でも最近は、まあ、ちょっとまあ、他団体というか、まあ、フリーでやってる方の、まあ、ポートレートだったりグッズを、まあ、制作依頼いただいて、プロレス関係プロレスの、はい、っていうのをやってますね。それはそのフリー、大阪に行ってからも、はい、まあ、デザインの仕事は本当にパソコンさえあれば別にどこでもできることなので、そこはもう、はい、それをもっと広げていきたいと思ってます。それはウェーブさんの仕事もあったり。あ、もういただけるなら。え、いやいや、だって私できるしいただけるなら全然いやだって私パソコンできるし、ちょっと安くします。私デザインできる
ちょっと安くします。私らでも今年もできる。ちょっと安くしますので、ぜひ。大丈夫です。パンフレットも作れるんで大丈夫です。お余命の裁判まあこの見ていただいた通り円満退社ではないので、はい、そうですね。不穏ですね。不穏ですね。はいですね。なんかさっきすごいカチンとくるのがあったけど、カチンとくるの言うたかねな。そうですね、はい、そうです。まあ、カチンときたものにカチンと返してもカチンしか埋まらないですからね。そうですね、はい、じゃあ夏さんのあと参戦大会だけ発表しましょうかね。はい、はい、残りのあのウェーブの参戦大会です、9月10日の神戸三本ホール大会、17日の後楽園ホール大会、24日の名古屋ダイヤモンドホール大会、28日の新宿フェイス大会で、10月3日がヤングウォーを、やるんですけれども、ヤングウォーが、わらびの、レスル舞踏館でやります。でこれが一応、チケットとかには書いてないんですけど、さよなら夏すみれっていうか感じの、あ、もう夏さん総公開的な。あ、そうなんですか。あ、そうよ。あ、聞いてなかった？お、あ、私言いだと内緒にしてたかも。あ、そうなんですね。そうさよなら夏すみれよ。へー、じゃあその後打ち上げやりますか。じゃあなんでみんなで、はい、で、10月の9日が後楽園ホールと、でこれで最後ですかね。うん、うん、ですね、はい、はい、です。締めてください。締めますか。はい、そうですね。まあ、自分が、まあ、プロレスリングウェーブ所属として、まあ、ウェーブのリングに上がるのはあと約1ヶ月となるんですけども、まあ、そうですね。まあ、あと1ヶ月過ぎても自分は自分で夏すみれ個人としてこれからもプロレスは続けていきますし、プロレスリングウェーブはプロレスリングウェーブとしてこれからも続いていくので、まあ、この先ね、どうなんかうまく言えないけど、どうなるというか、でもしかしたらまた交わるかもしれないし、何かあって交わらないことがあるかもしれないし、そこは本当に私本人ですら分かんないし、本当にその時になってみないとって感じなんですけど、でもやっぱプロレス自体は本当に今やってて今が一番楽しいと思ってますし、これからじゃあ1年後また同じこと言ってる自信もありますし、どんどん年々プロレスは好きになっていって、やっぱプロレスの道自体から逃げなければ、まあその途中で何かがあったとしてもまた絶対いつかなんか同じ空間に入れるんじゃないかなっていう風に自分はちょっとなんとなく思ってて、うん、だからあんまりこうなんていうんですかね、しんみりとこう行くってよりかは、まあ、うん、一つ、まあ、プロレスラーになりたいっていう夢自体はウェブが叶えてくれたものなので、まあ、そのそこの、まあ、夢自体に一個ちょっと一つ区切りをつけて、次また新たにプロレス界入ってから生まれた夢を叶えていけたらいいなと思っております。まあ、今後ともね、ぜひプロレスリングウェーブ、そして夏すみれ、ぜひぜひ2つとも見守っていただけたら嬉しいなと思っておりますので、今後とも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。